称天国と地獄最古な2人、男女が入れ替わる場合はトランスジェンダーになるのかを考察します。望月と日高、入れ替わった後は2人とも生物学的性を超えているのでトランスセクシャルと呼びます。しかし性別への違和感の感じ方は違うと考察できます。望月彩子の入れ替わった後のセクシャリティ、こちらになると思います。心の性は女性、女性刑事、体の性は男性、男性殺人鬼、好きになる性は男性、女性の体の時に好きだった男性のままです。表現する性は女性、男性になった状態でも私が犯人になっちゃうんじゃないなど女性言葉で話したり、内股で歩く演出がされています。心の性と体の性が不一致、性別に違和感を感じているのでトランスジェンダーになります。体の性、生物学的性も変わっているのでトランスセクシャルになります。体が男性で男性が好きなのでゲイなのかと思うかもしれませんが、心の性から好きになる相手を見るので、女性として男性を好きになっているので、たとえ体が男性でも異性愛者になります。日高春人、入れ替わった後のセクシャリティ、こちらになると思います。心の性は男性、男性殺人鬼、体の性は女性、女性刑事、好きになる性は劇中では描かれていません。表現する性は女性、女性としての生活を楽しんでいます。心の性と体の性が一致をしていませんが、性別への違和感を感じている様子は見られません。なのでトランスジェンダーとは呼ばないと思います。しかし生物学的な性は超えているのでトランスジェンダーではないがトランスセクシャルになります。 LGBT の T であるトランスジェンダーは厳密にはもっと細かく分かれます。性別への違和感を感じる強さ、表にするとこのようになります。違和感を感じるのが弱い順に並べるとトランスベスタイとトランスジェンダー、トランスセクシャルになります。トランスベスタイとは異性奏者です。性別に違和感を感じるのが一時的、一時的違和感軽減のため異性の姿をします。トランスジェンダー、性別への違和感を常に感じる。ジェンダーは文化的社会的な性です。トランスは越境者、超えるという意味です。性別への違和感軽減をするために女性的な立ち振る舞いや女性的な服装をする人がいます。トランスセクシャル、性別への違和感を特に強く感じ、性別を変更した人、セックスは生物学的性です。手術を完了した人のことをトランスセクシャルという意見もあれば、手術を望んでいる人もトランスセクシャルに含むという意見もあるそうです。手術済みの方でも本人が望めばトランスジェンダーと名乗る方もいます。性別を変更した人に対し相手の同意を得ず勝手にあなたトランスセクシャルですよねというのは場合によっては失礼になる可能性があります。その方が私はトランスセクシャルです、トランスジェンダーですと自分で名乗る上では問題はありません。人のカテゴリーを勝手に決めるのは良くないです。一般的にはトランスジェンダーの方が性別への違和感が特に強かった場合、手術やホルモン治療などの医療行為を望む場合は性同一性障害や性別違和診断書を取得をし、その後医療的な治療を受け手術をし、トランスセクシャルになるという流れになります。ドラマなので男女が入れ替わることでトランスジェンダーではないがトランスセクシャルであるという人が登場する世界観になっています。天国と地獄については高橋一生さんと岸井ゆきのさんが共演するドラマがかつてあったというコメントをいただきました。コメントに回答させていただく形で放送されていた天国と地獄について、こちらもトランスジェンダーへの考察ができるドラマだったので取り上げさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。